ソ連時代のある工場での話。イワノフはいつも使用時刻の10分後に来るので、とうとう KGB によって逮捕されてしまった。容疑は怠慢であった。同僚のアレクセイはいつも使用時刻の10分前に来るのだが、ある日、KGB によって逮捕されてしまった。容疑は西側のスパイであった。サーシャはいつも使用時刻ぴったりに来るのだが、ある日、KGB によって逮捕されてしまった。容疑は、日本製の時計を持っているに違いないであった。日本人がロシア人に言った。日本では工場の仕事はすべてコンピューターがやってくれるんだ。脳を持った口ボットがあるんだよ。それを聞いた口シア人が答えた。そんなバカな。本当に脳を持っていたら、工場の仕事なんでするもんか。東欧諸国はソ連に鉄鉱石や石炭などを搾取されていたが、さすがに切れてソ連に言った。俺たちはあんたらに鉄やら石炭やらいろいろ輸出しただろ。それを加工するだけでしこたまも受けやがって。ソ連は彼らには必ず何かを無償で輸出すると誓った。その後ソ連の貨物列車が到着した。彼らは喜んで中を確認するとただ土くれが大量に入っているだけで、一枚の手紙が添えられていた。我々も君たちと同じく原料を輸出する。陶器にでも加工してくれたまえ。ある男が赤の広場で、スターリンの大馬鹿野郎と叫んでいた。早速秘密警察に逮捕され、強制収容所送りになる。刑期は25年。その内訳は、国家元首侮辱罪で2年。国家機密漏洩罪で20年。クズモビッチ、どうして党を除名になったんだ？フルシチョフの引き下ろしに協力しなかったからだとさ。だけど、君は引き下ろしに参加するほど大物じゃないだろう？いやね、ある日党の書記が俺の部屋にやってきて、そのゴロツキの写真を壁から下ろすんだって言ったんだ。で、俺はついこう尋ねてしまってね。どのゴロツキで？アレクサンダー大王、シーザー、ナポレオンという英雄たちが、天国からソ連の軍事パレードを眺めていた時のことである。戦車部隊が続々現れるのを見て、アレクサンダー大王閣のごとき戦車部隊があれば、自分もインドまで征服できたものを、ソ連が誇る歩兵部隊を見て、シーザー閣のごとき軍隊があれば自分も負けることがなかったものを、ボナパルド君はどう思う？ひたすら何やら読みふけっているナポレオン。ナポレオン閣のごとき新聞プラウダのことがあれば、国民はワーテルローの敗戦を知らなかったものを、1941年9月、ドイツ軍がレニングラードに侵攻し、たちまち包囲されてしまった。ソ連軍の前線のもと、戦いは長引いた。とある日、守備隊長から至急送ってほしい、との電報が届く。武器が足りなくなったのかと思っていたら、もっと度数の高いウォッカを送ってください。湖外の気温は零下45度。ここにあるウォッカは40度。とても戦争になりません。ワルシャワの精神病院をソ連の視察団が訪れ、一人の患者に入院の理由を尋ねた。亡命しようとしたからさ。視察団は首をひねった。我が国なら政治犯収容所に入れるところだが、医者が答えた。いや、こいつはソ連に亡命しようとしたんです。日本人の自動車技術者とロシア人技術者が、自動車の、機密性の実験について話し合っている。日本人技術者。我が国では、機密性を試すためには、猫を一晩車の中に入れておきます。次の日に、猫が窒息死していたら、機密性が十分だと判断します。ロシア人技術者。我が国でも、機密性を試すために、猫を一晩車の中に入れておきます。次の日に、猫が車の中にいたら、穴が開いていないと判断します。ソ連絶頂期のクレムリン。ブレジネフが湖水銀に言った。今我が国で海外渡航を解禁したら、我々二人の他誰が残るだろうね？湖水銀が答えた。我々二人って、一体君以外に誰が残ると言うんだい？